1995年アントファガスタ地震では、1995年7月30日1時11分に、チリで発生した地震について解説する。チリ、アントファガスタ州、南位23度20分24秒整形70度17分38秒、南位23.340度整形70.294度、-23.340-70.294 で、 深さ4 5 6キロメートルを震源とする地震が発生し、地震の規模を表すマグニチュードは MW8.0 だった。この地域は1877年に MW を記録した一級地震が発生した地震空白域で発生した。この地震によって津波が発生し、メヒオネスからタルタルにかけては2メートルから2 5メートル程度の津波が押し寄せた。 三人が死亡し、六十人弱が負傷、六百人前後が住居を失った。地震及び津波による損害は、百七十九万千ドル程度と見積もられている。この地震による津波は、一日遅れて、日本でも観測され、十七時八分に、岩手県宮古市で29センチメートルを記録した。ただし、地震発生後4時間が経った30日午後6時。 ごろに、この地震による津波の心配はありません。という地震情報を出していたこと、翌31日12時49分に、七島で観測した3センチメートルの第一波を津波と認識できず、15時になってようやく津波注意報が発表されるというごてごてな対応となった。津波注意報は、北海道、本州、四国、 九州の太平洋沿岸と沖縄県内各島に出されたが20時半ごろに解除された。ありがとうございます。